はい、えー、それでは無料で使えるリンキンバイオ、工事の使い方、解説していきたいと思います。えー、リンキンバイオというのは、えー、こういった形で、1つの場所にでさまざまなリンクを貼ることができる、えー、もので、えー、例えばですね、インスタグラムのプロフィール欄、インスタグラムって基本的にこうリンクが貼れない媒体なので、プロフィールに1箇所だけ貼るような形が、えー、まあ、なるかと思うんですけど、 そういうときに、ここにですね、リンキングバイオを貼っておけばですね、これをクリックするだけで、自分のメディアをすべてですね、ここの1ページに集約することができます。もしね、こういうものがなければ、例えばブログだけしか貼れないとかね、YouTube だけしか貼れないとか、そういうことになるんですけど、リンキングバイオを使えば、1箇所にこういった形ですべてのですね、自分のメディアを集約させることができると。僕の場合だったら、ブログ、YouTube、ポッドキャスト、 あとは各種 SNS ですね、えー。Facebook、Twitter、Instagram、Pinterest、そのほかメールマガとかね。あとは自分のコンテンツ販売している電子書籍、オーディオブック、Udemy とか、もう本当にさまざまなリンクがあるんですけど、これをですね、あちこちに貼ってもやっぱり分散してしまうわけですが、こういった形でリンクインバイオ、リンクインバイオというのを使えば、1箇所にこれらのメディアを集約することができるということです。 まあ、いろんなものがあると思うんですけど、この工事っていうのがすごくですね、おすすめなので、今日はですね、そちらの工事をご紹介していきたいと思います。でこちらが工事というサイトで、海外の、ね、ツールになるんですけど、まあ、あの詳細欄に、ね、リンクを貼っておきますので、詳しくはそちらから飛んでもらえればと思うんですけど。 海外ツールですけど、えー、さっきも言ったみたいに、こんな感じでね、日本語に打ち替えることもできるので、基本的には大丈夫です。ただ、一箇所だけちょっと問題があって、それはね、後々解説していきたいと思うんですが、えー、このリンキンバイオの、えー、すごくいいところ、工事のすごくいいところっていうのは,のはですね、この、えー、ページ上でマネタイズできる、このプラットフォーム上でマネタイズできると。 いうところですね例えば他のリンキングバイオを使った場合っていうのはもしここにですね自分のコンテンツ販売とかのリンクを貼っていたとしてもそこから一旦そのページに飛んでそこのページで決済してみたいな形のねステップを踏む必要があるわけですなのでユーザーからすると2度でも3度でもあっていう形になって離脱が増えてしまうということになるんですけども工事の場合はこのプラットフォーム上で全て 決済から納品まで完結するのでそういった離脱も起きにくいんですね例えば今回この Kindle 電子書籍のアルゴリズムっていうのを作ってみましたけどもこれはどういうふうになってるかっていうとここをクリックするとですねこういった形でこれはもう工事のプラットフォーム上で今表示されてるんですけどここでこう自分のコンテンツが表示されてで、えー、今買いますみたいなねこのファイルっていうのは 購入した後とにまあダウンロードできるような形のファイルが添付されているわけですけどこれをまあ購入しますっていうふうにするとえこんな形でまあクレジットカードで決済してえ特に別ページにね飛ぶことなくここで決済できるということですで1つだけデメリットがありますよっていうことをお話ししたのはえ残念ながらやっぱ海外ツールなんでちょっとあの通貨がですね日本円に現状変えれない今もう US ドルの表記になってましたけど日本円の表記ができない というのが1個、まあ、デメリットかなと思います。ただ、その他の部分に関しては全部日本語に打ち替えることができるので、まあ、特に問題はないかなと思うんですけども。で、この工事の使い方ですね。ここがホームページになるんですけども、最初はここにね、僕はもうすでに設定してあるので、ビュープロファイルっていうふうに出てますけど、最初はアカウント登録から、電話番号とか登録して、そこからアカウント登録を済ませるわけですけど、 まあ、ページを見ていくとですね、さまざまな著名人が使ってますよみたいなものが今出てますよね。うん、で、えー、これ下がっていくとアプリストアみたいなものがあるんですけど、このアップストアってやつですね。プロフィールに貼る自分のリンクだけではなくて、さまざまな外部のです、ね、アプリケーションを貼り付けることができるんですね。例えばマネタイズしたかったらこういうものが出ます。えー 使えますよとかさっきの僕のですねこの電子書籍もこのアプリストアからダウンロードしたものを貼っているわけです。例えばこれですね、セル Ebook&PDF2、e、これをダウンロードしてさっきの僕のプロフィールのところに貼ってるわけですね。 だからもしビデオとかを売りたいんだったら、このロックとビデオっていうのを貼れば、動画を、コンテンツを直接販売することができるということです。わざわざその自分のサイトに飛ばして、そこで動画コンテンツを販売しなくても,も、この工事のプラットフォーム上で全てコンテンツ販売ができるということですね。まあ、非常にですね、あのリンキングバイオの中ではもうナンバーワンじゃないかなっていうぐらい、すごく機能も充実していて、なおかつですね、この 工事のいいところは、こういった形ですごくカスタマイズ性が高いんですよね。このバックグラウンド見てもらったら分かると思うんですけど、これ後ろ動画になっていて、これ僕がキャンバで作った動画なんですけど、こういったものもね、バックグラウンドとして設定することができると、非常にカスタマイズ性も高いっていうのが、この工事、リンキンバイオの特徴ですで。上の3つはですね、アイコン形式になっていて、自分の,これ自分のブログ、自分のポッドキャスト、自分のメールマガ、 みたいな感じでやってますし、あとはここにね、えーまあ、今回僕は4つ貼ってますけど、もちろん5個とかね、6個とか貼ることもできるので、あとは自分のソーシャルメディアはここに自動的にね、こういった形でアイコンで表示されるということです。で、アカウント登録に従って進めていくとですね、まずは自分のプロフィールを最適化することになるわけですけど、 ユーザーネームを決めてくださいっていうふうに出てくるので、ユーザーネームを入力する必要があるんですが、これがさっきのねプロフィールのところに表示されていたユーザーネームで、ただこう日本語のねユーザーネームっていうのは使えないので、僕のこれみたいにえアルファベット小規でえーユーザーネームを設定する必要があるということです。あとはまあ短い、バイオっていうのはプロフィールのことなんで、短いえプロフィールを入力すると。あとさっき、 ね、SNS のアイコンが下の方に表示されてたと思うんですけど、SNS はこっちの下のところに貼るんじゃなくて、この上のところですね、ソーシャルリンクっていうのがあるので、これをクリックすると、各種の,このクラブハウスとかね、Facebook、Instagram とかね、LinkedIn とか、Snapchat、TikTok、Twitch、ピンタレスも貼、ね、りますし、あと Twitter、WhatsApp、YouTube みたいな感じでリンクを貼ることができます。 そうすると、自動であそこに、ね、アイコンで表示してくれるということです。僕に関しては、ここにですね外部リンクとして、えー、Kindle とオーディオブックと Udemy と貼ってますけど、これ以外にもですね、えー、エクスターナルリンクということで、追加するんであれば、このリンクっていうのをクリックすると、えー、エクスターナルリンクっていうのはできるので、これをクリックすると、自分のサイト、ここにペース URL をペースとして、あとは指示に従って、えー、入力していくとこんな感じでできます。 でこれまあ設定してないんですけど、アイコンも設定できるので、アイコンつけたい場合は、ここからね、アイコン設定みたいな感じで、ここにね、これは Kindle の電子書籍で、ここに URL を入力してこ、こサムネイルつけてませんけど、サムネイルをつければ、ここにサムネイルが表示されるような形になります。これがまあリンクの部分ですね。基本的にプロフィールリンク。 っていうのは3つ。ここはまあアイコンが設定できるもの。これも全部僕がキャンバで作ったものなんですけど、ブログ、ポッドキャスト、メルマガみたいな感じで。えー、まあ何でもね、好きなもの3つ設定できるので、順番入れ替える場合はこのリオーダーってやつですね。これで順番を入れ替えることもできます。で、次にですね、このバックグラウンドとかの設定なんですけど、今回はこのカスタムっていうのを選択してます。ただ、これ以外にもこんな感じでいろ、えー、んなね、ゴーストとかこういうデフォルトでね、動画になってるものとかいろいろあるんですが、 えここからねまあ好きなものいっぱいあるんでこう選んでもらってまあ僕はちょっと今回カスタムでねやらせてもらいましたけどでこれバックグラウンドでビデオをねアップロードしてちょっとね時間がかかっちゃうんですけどここにアップロードすると 先ほどの動画が出てくるということですね。これでバックグラウンドが切り替わるわけです。で、その他ですね、ボタン、ボタンの形状、ソリッドっていうのはこんな感じで、トランスペアレンツっていうのはまあ透明ですね。ちょっと透明っぽいボタンにするのか、それともこういうね、ちゃんと何て言うんですかね、こうしっかりとした色にするのかっていうのをボタンも形状と、 あとは透明か透明じゃないかっていうのも設定できますしあとこう塗りつぶしのね色を決めることもできますあとはフォントもですねこんな感じで好きなフォントを選択することができるので色もですねここで選択することができますこういう形で,でこれでセーブするとそうするとプレビューが表示されるのでこんな感じで自分の え見ることができるわけですねプロフィールをで工事の上でですね全て完結するっていうふうに言ったんですけどこっちのアカウント設定工事ペ a ボレットっていうのがあるんですがここにストライプのアカウントを連結させるわけですなのでお客さんはこの工事っていうプラットフォーム上で支払いとかねそういったものを全部済ませるわけですけど最終的に自分が 収益を受け取る場合は、ストライプに入金されるので、まずはストライプのアカウントを作る必要があるんですけども、ストライプのアカウントができたら工事と連携させると、お客さんは工事の上で、その、決済を済まして、我々は工事からストライプにお金を引き出すといった形になります。今回ね、プロフィール設定はちょっと解説はしませんけども,も、簡単にこう入力するだけなので、特にね問題はないかなと思います。 まあ以上がですね、工事の説明になりますけども、本当にこうアプリケーションもですね、すごく充実していて、マネタイズだけじゃなくてね、さまざまなえアプリケーションがあるので、ぜひいろいろ見てもらって、使ってもらえればと思います。かなり、しかも無料で使えるので、この工事は。なので、特にお金もかかりませんから、Facebook、 とか特にインスタグラムですよね、インスタグラムとかツイッターとか、そういったところのプロフィール欄に貼るリンクは、ぜひですね、この工事を使って作ってもらえるといいかなと思います。